はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。えー、昨日ですね、あの、ニューウェーブ第2弾が登場してますので、それの登場に伴いまして、登場ガチャが来てますので、えー、そちらの解説、えー、評価やっていこうかなと思います。まあ、えー、内容を見てもらったら、なんとなく、っていうか見覚えのあるパッケージだと思うんですけれども、第1弾とね、全く同じでした。まあ、先に言っときますと。 1> 第1弾と同じ確率だし、ただまあ一つ違うのは、ニューウェーブ第1弾が出てますので、先にね。まあそこのね、まあちょっとレギュラーの確率とかには差があるんですけれども、まあ基本的に、まあほぼ、まあ一緒の類と言えるでしょうね。まあ一緒の類のガチャだと思うので、まあ評価としては、まあね、前の、まあ第1弾の評価にちょっと似たようなものになるかもしれませんが、まあ登場ラインナップね、当然選手変わってますので、 まあ当然ね、そこに対しての評価とかはね、変わってきますので、まあしっかりね、まあよかったら回すか回さないかちょっと迷っている人は参考にしていただければなと思います。はい。ということで、早速やっていきたいと思います。まあここに関してね、引く価値があるかどうかというところをね、最終的にジャッジしていきたいと思うんですけれども、まあそのジャッジをね、する前にですね、やっぱり中身を見ていかないといけないということでね、まず中身見ていきましょう。じゃあまずガチャについて見ていきましょう。こちらです。 はい、えー。期間限定カードニューウェーブ第2弾登場ということで、えー、本ガチャではニューウェーブ第2弾の出現確率がスタンダードガチャに比べて3倍。まあ、これちなみに 3×3 で9倍ですね。はい。で、えー、本ガチャのスペシャル枠は毎、まあ、回ニューウェーブ第2弾確定ということで、まあ、11連すると確実にニューウェーブの選手は1人は出ると。スペシャル枠でね。はい。ということは確定をしております。で、また1周目10回目スペシャル枠ではグレード85以上ニューウェーブ第2弾確定。 さらに、えー、2週目以降、5回目と7回目スペシャル枠ではグレード85以上ニューウェーブ第2弾確定で、えー、なおかつグレード89以上出現確率20%。で、10回目スペシャル枠ではグレード89以上のニューウェーブ第2弾確定となっております。で、また、ニューウェーブ第2弾は、えー、これはね、今現在、ライブがあっております。4月11日から18日までの集まれサポーターの特攻カードとなっております。ということですね。はい。 で、またこのね、ニューウェーブ第2弾に加えまして、スターターとニューウェーブ第1弾の選手カードも引き続き出現してますので、まあ、そこの確率についてはね、ちょっと後で見ていこうと思うんですが、まあ、ニューウェーブの第1、第2弾とスターターの今3種類が登場してるっていうガチャになっております。はい、ということで、えー、まあ、ざっくり言うとね、あの、ガチャ、こういうガチャですね。はい、となっております。では、えー、ここからですね、スペシャル枠の方を見ていきましょう。 じゃあ、まず1周目から見ていきましょう。こちらです。はい、えー。ニューウェーブ第2弾、11連ガチャの詳細ということで1周目から見ていきましょう。えー、1回目はですね、えー、ニューウェーブ第2弾確定でグレード85以上出現確率が20%。で2回目はニューウェーブ第2弾確定。で3回目は、えー、ニューウェーブ第2弾確定プラスグレード85以上出現確率30%。 で、4回目は同じくニューウェーブ第2弾確定。5回目はニューウェーブ第2弾確定。プラスグレード85以上出現確率40%。で、6回目ニューウェーブ第2弾確定。7回目ニューウェーブ第2弾確定。プラスグレード85以上出現確率50%。で、8、9回目がニューウェーブ第2弾確定で。で、ここ最後ですね。1周目の最後10回目でグレード85以上ニューウェーブ第2弾確定となっております。はい、ということで、まあ、どんなに引きが悪くても <laughs>、1周すれば、 えグレード 85, 85以上のニューウェーブ第2弾の選手が、まあ、10回目で絶対1人は手に入ると。ま、あおそらくその前にもね、それなりに期待値あると思うんですけれども、まあ、それはちょっとね、ガチャ確率とか見ていかないとなんと思うなので、ちょっとこの後また見ていきましょうって感じですね。まあ、ただね、各地、まあ20、20%、30%、40%、50%というね、このピックアップのところもありますので、まあ、ここでどれぐらい引けるかも結構勝負ね、はい、かかってくるんじゃないかなと思います。で、基本的にちょっと偶数回はね、渋いですけどね。ま、あ偶数回プラス9回目かな。西、ロ、ハー、9ね。 で10回目は確定なんでね。まあ熱いですけど。まあというところは、まあニューウェーブ第2弾の選手が、まあただね、グレード80が超えなくても手に入るので、まあ特攻として見るんであれば結構な枚数ね。まあ一周するだけでも手に入るんじゃないかなと思います。はい。では続きまして、え2周目以降見ていきましょう。こちらです。はい。ここもじゃあ1回ずつちょっと見ていきましょう。え1回目はニューウェーブ第2弾確定でグレード89以上確率30%。で2回目はニューウェーブかく第2弾確定。 で3回目は確定プラスグレード89以上出現確率20%で4回目はグレード89以ーブ第二率2弾確定で5回目がグレード85以上ニューウェーブがここで確定ですでプラス、えー、グレード85以上出現確率が20%ありますで6回目は、えー、ニューウェーブ第2弾確定で7回目も5回目と一緒ですねここはちょっと省きますで8、9回目がニューウェーブ第2弾確定で10回目がグレード89以上のニューウェーブ第2弾確定となっております まあ今回ね、ちょっと選手見てもらったらわかるんですけど、意外とまあやっぱグレード89から92のところのえ結構リーグとかでしっかりと使える選手だったりとか、 まあもうちょっとグレード上とかに行けばね、まあ谷選手とかもいるんですけれども、結構リーグ面で見てもね、まあ大南選手とかね、まあ佐藤良河選手とか、あそこら辺のあたりの選手は、まあスキル的にもまあ能力的にも、まあ結構しっかりとした選手たちですので、まあそういうとこを狙いたいんだったら2周目の最後とか、まあ2周目以降はちょっと熱い部類に入るのかなと思いますね。比較的この89から92のゾーンね、今回ちょっと、まあポジションにはよりますけどね、まああたりの選手も多々見られますので、まあ、 あの、欲しい選手がね、ここにいるかどうかというのもね、一つちょっと判断基準になってくるんではないかなと思います。まあ、得を欲しいにしても、ここまで回すべきかどうかというのはちょっと人によってくると思いますけれども、まあ、2周回すってなると、まあまあお金かかりますからね。1周で3万半ぐらいかかるでしょ ?3.5 万ぐらいでしょ ?7 万ぐらいかかりますからね。<laughs> さあ、果たしてこのガチャに、ね、そのお金を突っ込むかどうかというのはね、まあ、皆さん次第だと思いますが、まあ、確率的にどうなんすかね。 まあ、89から92とか欲しいんだったら、まあ、なしではないのかもしれないですけどね。まあ、果たしてどうでしょうという感じですね。はい。では、えー、ここからは、えー、ガチャ確率をちょっと抜粋してみていきましょう。こちらです。はい。えー、ご覧いただきましょうかね。ここが、まあ、通常のこれ確率ですね。何も、えー、パーセンターのね、スペシャルークとか何もかかってないところ、まあ、通常の確率となっております。ちょっとここを今回抜粋させていただきます。 えまずね、スターターの確率が88%で、ニューウェーブ第1弾が3%で、ニューウェーブ第2弾が9%となっております。で、今回ね、ニューウェーブ第2弾のところなので、ちょっとそこを中心に見ていきたいんですが、えー、85から88ね、ここ0.45%あります。通常でもね。で、ここに13人いますよというところですね。だからまあ単純に0 4 5る1 3したら1人分の確率は出るんじゃないかなと思います。 で89から92が0.27%。まあ、ここの差が0.18%かな。うん。まあ、ここはそんなに差がないので、この、要は、スペシャル枠以外とかで引くと、85と、まあ、85から 92? ま、85から8だしと、八、えー、89から92かな。の差はそんなにないので、まあ、結構ここに関しては狙えるべ、狙えるぐらいの確率なんじゃないかな。結構現実的な確率なんではないかなと思います。 で、ここからもう一個上に行くと、段と確率がね、上がりまして、93から96ですと0.0027%。うーん、これちょっと渋いですね。まあ、まあ、10分の1だからね。うーん。で、97、まあ、ここ一人いますけど00、0.003%ということで、まあ、トップグレードはね、いつもの0.0012、まあ、ここは3倍になってるので、かけ3かけた数字となっております。 はい。えー、0.003%というね。まあ、97、今回高峰選手ですけどね。まあ、ここだけちょっと格段に当たりにくくはなっております。まあ、でも、そんな変わんないか。93から96、321.0.027ってことは、0.009だから、あーまあ、でも3倍違うのか。あーでも結構違うね。ってことで、まあ、そうですね。結構、<laughs> これいつも言うんですけど、僕がちゃん見るとき。 現実的に見れるのはまあ92までなんですよね。うん、93超えたらまあ、もう逆にここ超えてしまえばね、逆の97とか当たる可能性もぐんと高くはなるんですけれども、まあ、なかなか難しいというね、結構お気に入り券とかみんなそっちの方から引いてるイメージなんで、こういうカードは。ガチャからあんまね、まあ、引いてる人もいると思うんですけど、そもそもここまでガチャ回す人がそんなにいないしね。多分ね。<laughs> 多分いないと思います。なので報告もそんな上がんないんでしょうけど。お気に入り券のね、報告の方が多いんでしょうけどね。まあ、確率見てもらったらね、やっぱここの壁でかいよね。これ92、93グレードってだいぶ違うよね。うん、これ自分が欲しい選手だったらどっちがいいんだろうね。92で収まって欲しいまであるからね、正直ね。93になると極端に狙いにくくなるので。まあ、ここちょっと複雑なとこありますよね。ここの壁は結構分厚いので。 はい。まあ、何とも言えないですね。だからもう2周目以降になるともうちょっと確率増しにはなるんかなって感じがしますけど、うーん、まあその、要はね、例えばグレード85以上が20%とかなっても、その上乗せした分って85から88の方にかかってくるから、余計にその枠引いてもね、85から88が引きやすくなっちゃうんだよね。このジレンマみたいなのがあって、そこが J クラのガチち,ちょっとね、難しいよね。あれをもうちょっと均等に割って振り振り割ってくれればね、 いいんですけどね。まあ、そんな甘くないですよね。J クラのガチャね。はい。ということで、まあ、今回もこんな確率になっております。まあ、正直これね、第1弾と、まあ、ニューウェーブ第1弾がね、第2弾の時にはあるので、ここの差があるぐらいで、まあ、大まかに限定の確率とか変わってないですね。だから、ニューウェーブ第1弾と第2弾の登場ガチャの、まあ、その当時のピックアップとしては変わってないと思ってください。全く一緒ですね。はい。まあ、ちなみにスペシャル枠も全く一緒だったので、ほぼほぼもう一緒のガチャと言えるでしょうね。はい。 ということで、えー、今回ね、こちらの確率とかをね、まあ見ていったんですけれども、まあこの確率とかいろいろ見た上での結論としては、まあやっぱ基本スルース推奨かな。まあいろいろ見ていきましたけどね。ただね、まあ普段95超えない選手とか高グレードになってたりとか90付近にまあ両選手がいるのはいるので、まあそういった選手、特にまあ92までの選手とかだったらまあ1周目とかでも結構まあ狙いやすいところではあるので、 まあ、どうしても欲しい選手がいるなら、まあ、いいんじゃないかなと思うのと、やっぱりその、まあ、95以上とか狙うとも2周目以降とかに差し掛からないと、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなっていうのがあるのと、まあ、お気に入り券とか、そういうのが結構今絞られてますから、まあ、この後ね、あの、フラッグ集めとかもありますし、まあ、そういうところを正直待って、まあ、どうしても最後手に入らないときに、まあ、ね、もしかしたら、ダブ、ね、なんかもっといいの来るかもしれないですね、ガチャがね。 まあそういうのにかけてみてもいいんじゃないかなっていうのが正直な感想ですね。あんまり焦らなくてもいいんじゃないかな。まあただライベする人はまあ上の順位目指すんだったらまあ一周ぐらいガチャした方がいいんじゃないかなっていうのはまああるでしょうけど、まあそうじゃないなら、うん、まあここはちょっと手出しにくいんじゃないかなと個人的には思いますので、 まあね、回す、回す前に、えー、大体回す前というのはね、頭に血のぼりますんで、あの、冷静に考えられないこと多いんですけれども、まあ、一回立ち止まってね、えー、考えてみてください。で、それでもどうしてもここは勝負に行くべきだと思うんであれば、勝負に行った方がいいし、まあ、結局そのガチャでね、まあ、引く、引かないというのはある程度外側から判断できますけど、結局はもうその引く人の気持ちのところなんで、はい。<laughs> まあ、でも後悔しないようにね、まあ、引くにしろ引かないにしろ後悔しないように、ぜひね、立ち回ってほしいかなと思います。 ま、この後ね、また、ま、2ヶ月後ぐらいに終年とかもね、近づいてきてますので、まあ、そういうとこもね、やっぱちょっとちらついては来る時期になってきてますけれども、ま、あそういう後のこともね、しっかりと考えた上で、ぜひね、判断してみてはいかがかなと思います。はい、ということで、えー、今回のね、ガチャ評価動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。